お前は服屋で儲けて、俺は歌手になる。ゲームをしよう。ねえ、どこ行くの？嫉妬しろ。約束した。もうやらないって。ほら、おじいちゃん、ほんとごめん。ありがとう。あんたたち、ヤクザあんなもんと一緒にしないで。じゃあ二人とも泊まっていきなさい。ご飯食べよう。お腹空いてるでしょ。おばあちゃん、俺の金返せよ。やっぱバカだ。どういうこと？世の中に立ってないんですよ。ゲームって。あのばあちゃん、ハイド墓とかあんのか？俺たちで作ってやろうか。俺らに騙されたからだ。俺らどうしてこんなに。ゴミ溜めにずっといたやつがそことは別の場所にいることなんか想像できると思う？その中で違うゴミ溜めへ移るぐらいしか考えられないの。お前ら今どんな気分？とにかく二人のこと好きなやつなんていない。お前ら以外。そこから何が見える？ごめんね。ありがとう。彼は騙し、私は騙される。虚構だらけの日々の中、真実と永遠を探す。それがたとえまやかしだとしても。ねえ、教えて。どうして私は彼が好きなのか。お願いします。どうして彼らはあんなことをするのか。彼らはこっちの世界に来ないでくれ、来てはダメだと言っていた。私は行きたかった。そこはどんなところだったのか。でも彼らは何度も言う。頼むから来るな、頼むから来てはダメだ、来ないで、頼むから、頼むから、プリーズプリーズプリーズ。俺たちは初めから壊れていたのか。